し、はい、まあ、馬場は、ね、日本を代表する選手なので、やっぱりね、この日本人対決、日本人と韓国のね、あの代表、長崎から4連勝を狙って最後馬場自分で行ったスピードを上げました。レイアップ、長崎が奪いました。ターンオーバー、そしてボッキーが走っている。ディクソンに振った、ディクソンのスリーポイント、ババはスリーポイントできた。ボールが手につかないが、長崎、そしてまたババだ、ババブーンだ。コーナーの位置から一人かわしてどうする、ステップバック3。さあエヴァンスがオープンな状態ですが、ババへキックを使って、ババ自分で行った。スリーポイントは、はい、1回打ちましたけど、はい、ちょっと早打ちだったなっていうのはやっぱり自分でも分かってるんですよね。そして走り込んだ、ただ馬場のブロックでスピードを上げて攻撃を展開していきます。馬場からペリメーターのなと思いますね。イ・ヒョンジュン、難しいタイプ、ヤン・ハマー、今度はハマーが突っ込んでくれた、外に振った、イ・ヒョンジュン、フェイクから中に入る、馬場をかわして得点です。伸ばす馬場、キックを使う、イ・ヒョンジュン、まだ持っているが難しい体勢のブラントリー、馬場、イーを振り切るか、振り切った、そしてレイトしていって、中にがゴールした、そしてイーを外に振った。スリーポイント、これはになりました。馬場雄大のファールです。だいぶ、まあ、馬場の始め、そうですね、馬場から外の、やっぱりね、一発でシュートリードでハーフタイムへと入っていきます。出していきたいですよね。そうですね、イ・ヒョンジュンが馬場を振り切るスリーポイント、これが、イ・ヒョンジュンロング、イ・ヒョンジュンの右手、始まって5分経ってないんですけどね、はい、もう5つ3伸ばしますよね、はい、さあ逆に大阪最後はハマー持って得点していきました。はい、いいパスをしました。ババへキックを使う、ダイブしていくエヴァンス、ダーンで、ね、ここですね、強引にここは点数を取りたいが外に振った、イ・ヒョンジュン難しい体勢、次のね、タッシュと決めてますね、はい、ただ長崎は速攻ですが、こういう勝負どころになった時にはターンオーバーというのは非常にもったいないですよね。もうこれね、4つなんでね、もったいないです、もうファウルできないんで、ね、あ、うまいですね、いいカッティング、飛び込んできた、あ、うまい、飛び込んできた、いいナンバーですね、立場がスピードに乗る、イ・ヒョンジュンが来る、もう1回、何で得点を上げていくか、高いパス、エヴァンスに通るが、倒れながらでも踏ん張っていくシュートすごかったですね。そうですね、馬場がスピードに乗る、難しい体勢、大阪は時間をかけながら最後2点を取るということで、イ・ヒョンジュン、まあ、スキルを狙いに行ったんですけど、これは2点でも3点でもいいんですよね、とにかく狩俣、スリーできた、スリーが決まる、取らない、あ、そして持ちますから、はい、おー、ここを落とした、長崎の大ブーイング、バリエーションとしては増えましたよね、無理、まあ、身長の高い選手が多いですから、はい、馬場に託すのか、立ちはだかる、あーっと、ボールがこぼれて、シュートを打つ、どうだ、大阪は西地区7位ですから、その6位
そして高確率のスリーポイントを決めますイヒョンジュン、小針、高木が行くスピードを持っていった、パスだ、イヒョンジュン、スリーポイントシュート、ボールが飛んでいった先、3メーター、4メーター先になると、やっぱりそのズレが大きいですよね、ファウルはしたくないですからね、我慢した守備がやってくる、ババ、レイアップ、できればもっとローポストでしっかりと持たせたい、ね、ババが来る、バージュン、そしてここで下げますよね、中原、よ田島。下がりながらイヒョンジュン、下がりながらイヒョンジュン、